ルチャンネル。ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムパート53やっていきましょう。で、今回はですね、こちら、この2人見えますでしょうか。まあ前回から引き続き大妖精様の、復活っていうところをやっていこうかなと。残り2体いるんだよね。2体って数えていいのかわからんけど。で、あ、旅人さんですか。ようこそ平原外れの馬宿へ。今ちょうど馬なり楽団さんが来ているので、ぜひ演奏を聴いてってください。でも笛吹きのフューイ君がいないんです。どうしちゃったんでしょうか。で、このフューイ君っていうのを、まあ、連れて行かないといけないんだよね。で、妹に会いに行ったっていうことで、まあ、別の場所にいるんで、ちょっと行って呼び戻してこようかなと思います。はい、ということで高原の馬宿に来ております。ここで、あー、ハイトさん、フィったら本当どこ行っちゃったんだろう。光る木っていうのはね、絵本に出てくるキラキラ綺麗な木なの。私一度でいいから絵本の中じゃない本物の光る木を見てみたいんだ。そう、ヒューイに話したらね、必ず見せてあげるって約束してくれたんだよ。それなのにいたずらでお花畑を燃やしてどっか行っちゃうなんて何考えてるんだろう。いたずらでお花畑を枯らす。ちなみに、こんにちは。ああ、話しない。はい、サンキュー。あ、止まりません、すいません、案内いらないです。宿に泊まっていた笛吹きの少年がいたずらでお花畑を燃やしたって話ですよ。あれから少年も戻ってこないし、やっぱり逃げたんでしょうかね。何があるんだ、おかしな生き物。笛の音。馬宿のすぐ北側の林。オッケー。馬宿のすぐ北側の林ね。オッケー。雨じゃ、ああ、そうか。馬宿のすぐ北側、こっちね。あ、違う。こっちか。あ、ここのことね。早かったな。早かったですね。どうしたのさ、お兄さん。わざわざこんなところまで登ってきたりして。僕に何か用？それとも純粋に僕の演奏を聞きたいだけ？馬なり楽団の人？あれ？もしかして馬なり楽団を知ってるの？カクカクシカシカ。へえ、楽団再結成か。もちろん僕も嬉しいよ。でも、僕にはやらなきゃいけないことがあるんだ。それが終わるまでは馬なり楽団に変われるわけにはいかない。ここじゃ危ないから下に降りようか。あの話について話すよ。あれか、お花畑の火事、愉快犯の話でしょ。ほら、この辺り焼けちゃってるぞ。僕、間違って僕が燃やしちゃったんだ。訳を話すと長いんだけど、ハイトっていう僕の女友達の女の子がいてね、本物の光る木を見たいっていつも言ってて、僕はそれを見せてあげる約束をしたんだ。でもさ、光る木は絵本の中の話だから本物なんてどこにもなくて、僕困っちゃってさ。じゃあ火を使って光る木を。なるほどね。ああ、まだ諦めてなんかないよ。今ホタルを集めてるんだけど、その光で光る木を作ってあげるんだ。静かホタルが10匹もあればきっと綺麗な光る木ができるはず。え、待って、ホタル10匹はさすがに持ってなくない？ああ、3匹はいるね。なるほど、じゃああと7匹捕まえないといけないのか。行ってきますか。はい、ということでホタルを無事10匹捕まえてきました。
あれ、今お兄ちゃんのポーチがほんのり光ったような気がしたけど、もしかしてホタル持ってたりする？あと静かホタルが10匹もいれば光る木を作れると思うんだけど、どうぞ。お、本当にくれるの？他のホタルも光につられて集まってくるから、僕が集めたい分も含めればこれで光る木を作れるよ。ありがとう。あのね、もう一つ頼んじゃってもいい？夜になったらこの場所にハイトを連れてきてほしいんだ。あ、僕のことは内緒にして、しといてね。じゃあお願いします。さあ夜になったので連れてきますか。フェイ、あ、こんばんは。夜になってもフェイが戻ってこないから本当にどこ行っちゃったんだろう。一緒に来てくれる？え、いいけど、どこへ行くの？お、ついてくんの？ハイト、おい、どこまで行くの？来てますね。なんかこういう感じで NPC がついてくるのってまあ久しぶりというか、ここだね、燃やしたやつ。どこまで行くの？ここ？あ、おお、すごいんだけど。うわあ、すげえ、綺麗、綺麗。絵本で見たものよりもずっと、まるで夢でも見てるみたい。ありがとう、こんなにも綺麗な光る木を見せてくれて。私ね、今とっても幸せな気持ちだよ。幸せだってさ。ハイトが幸せだって言ってくれたよ。ああよかった、僕ハイトを本当の笑顔にしてあげられた。だけど一回だけじゃダメ、やっぱりダメだ。もっとたくさん笑顔にしてあげたい。よし決めた、僕は馬なり楽団に戻る。もっともっと有名で上手で楽しい横笛演奏者になってやる。僕の横笛でなんとだってハイトを笑顔にしてあげるんだ。ありがとうね、剣士のお兄ちゃん。いろいろと手伝ってもらっちゃったし、これでよければ受け取ってよ、金くれ。まあまあそれじゃあもう少したら僕は行くよ。またどこかで会ったら僕たちの演奏で必ず笑顔にしてあげる。おー、コンプリート。大変だった、マジでマジで大変だった。じゃあ戻りますか。はい、ということで平原外れの馬宿に戻ってきました。いるー、フィー君、カンカン。この子なんか美人風だな。風ね、何も言ってない。美人とかそういうなんか断定することは言ってない俺は。かわいいね、フェイ。ここにリンクが収まるってわけね。これどう？あー、ごめん。何してるねん、僕らの生まれあ、そういうのあるんだ、ごめんなさい、失礼しました。おう、見覚えのある旅の方、見て、いや、聞いてほしいのやん。フェイが、うちの横笛奏者のフェイが戻ってきたのやん。それにしても、フェイが恋煩いとは。僕も、まだなのに。いやいや、ともかく、フェイの愉快な船の音色復活で、馬なり楽団は元気もりもりなのやん。嬉しくていっぱいおしゃべりしちゃったのやん。ところで、見覚えのある旅の方は、大王星様のことを心配して来てくれたのやん。そうです。あ、そう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 、そうです。もう、はいはいはい、まあ聞いてもらい、あー、なんとかおそばに行けないか。あー、なるほど。なんとか、あー、理解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 。
見えてますね。これ使えってことでしょ。うん、ご丁寧に操縦桿まで置いてあるわ。ここにドンと。でこれでやっぱり大王星様をほっとけないのね。フェイン戻ってきたし、大王星様に僕らの演奏を聞かせてあげたいのやん。行きましょうぞ、行きましょうぞ。なんか今見たら馬なり号かわいいね、お馬さん書いてあって。さあ行けるか。このギアの操作あんまり慣れ、邪魔だな、慣れてないんだけど。ここ待って、地形見ていい。あー、ここ曲がってうんたらかんたらだけど、ここ行ける。あ、行けるんだ、すごいねこれ。あ、つっかえちゃってる。一旦下がって、噛み合うところ探そう。なんか馬力が足りないというか、なんでだろう。ちょっと右寄り、右からこう攻める感じで。え、馬力足りない？ちょっとそっちから回ってみる。こっちからなんか力が足りないんだけど。1個でいいから馬なり号に車輪つけちゃおうか。1個じゃダメなのか。これで軸につけたいけど、なんかうんともすんとも言ってないから、一旦1個で行ってみるか。1個でも全然あるのとないのじゃ違うからね。ダメそう。いけたわ、いけて。まさか予備で置いといたタイヤが邪魔してくるっていうね。頑張れ。うわー、大王星様来たー。大王星様来ましたよ。さあ僕らの演奏を聞いてください。いいね、徐々に音が増えて、めっちゃいいね。シーザか。こんなシーンあったっけ？こんなちゃんと見せるんだっけ？フェイ、ミリアン、ミリアン、大王星様がお目覚めになられてるのやん。すっげえピッカピカじゃん。またまたありがとうなのやん。重すぎてパンツが破けちゃうぐらいのお礼を用意したのね。遠慮なく受け取るのやん。まあ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 、もうパンツが破ける心配がなくなったのやん。これで演奏に集中できるんね。シーザ様はこれでもう安心なのやん。つぼみ閉じても閉じこもったままの大王星様はまだいらっしゃるのね。だから僕らは次の大王星様のもとへ向かうのね。旅人さんありがとうなのやん。ありがとう。さあじゃあ最後の大王星いきますか。
分かってるわ。楽団を連れてきてくれたのは君でしょ。つぼみに入ったって私にはお見通しよ。お礼に坊やのお供として旅について行っちゃおうかしら。いらないですなんてね、冗談だよ。キョトンとした顔もまた可愛いわ。さてと、今度は私からお礼をしないとね。服を強くするための材料を持ってるなら坊やの服強くしてあげる。さあお姉さんに坊やのポーチ見せてごらんなさい。あ、今の私なら坊やの服かなり強くできるわ。まあ強くしてもらおうか。はいはいはい、ハイリア兵のスネアってはできるから、スネアってだけでもしちゃう。なんか本当はまあ採掘の服とかもしたいんだけど、いかんせん200かかるし、加えてね、あの上げすぎるとちょっとぬるげになっちゃうんじゃないかっていう説もあるから、スネアってだけやって、まあ一旦これでいいかな。はーい、来た。まあちょっとね、強いボスとも戦いたいっていうのがあるから、ちょっと服はねある程度強くしておかなというところですね。ハテル地方の双子山近くの馬宿にいる。 OK です、行きましょう。怖えな。はい、ということでハテル地方へ来ました。馬宿ですね。でちょっと記憶がないんだけど、ここ多分序盤に来た馬宿だからさ、まあ、念のため井戸見とく。念のためね。あ、でも発見って出ないから、もう来たところなんかな。とりあえずキノコだけ井戸の中に井戸ある。え、これ来てたら覚えてるでしょ。はい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 、まあちょっと採掘ささっとやっちまいますね。はい、採掘したんだけど、まさかのまた井戸がある。いや、これ来てないね、さすがに。いや、クソ広いし、この井戸っていうのは知らないわ。カエルの宝庫になってる。ゴーゴーガエル大量に手に入るの嬉しいな。いや、あのイベントの前にここに来れたらマジで、あのイベントの前にここに来れたらって感じ。これ嬉しいからさ、ここの井戸さ、ポイントはつけとこっか。まあ多分ポイントはつけてもさ、二度と来ないかもしれんけどさ、一応ね。カエルのさ、集め方みたいな、ネットで検索した時にここの場所がヒットするようにしてほしい、本当に。はい、じゃあとっとと馬慣れ核弾いきますか。で、式に身が入らないのやんっていうのは、もちろんここにもう一人立つ人がいるんだよね。こんにちは。あ、見覚えである。もう名前覚えてよ。また大道生様に会いに来たのやん。あれ、違ったのやん。この双子馬宿にいる大王星クチューラ様に会いに来たんじゃないのやん。あれね、この高能大王星様もずっとつぼみから出てくれないのやん。きっと森の馬宿の大王星様と同じで、怖がって外に出てこられないのね。ここの大王星様はビーツの太鼓の音が好きだったから。あ、これね、これだけはね覚えてんだよね、ちゃんと。はいはいはい、ビーツ探してきます。はい、行ってきます。はいはいはい、大丈夫です。ビーツのいる場所なんですけど、ここだね。ここ昔あのブレワイ時にボックリンがここにいたんだよな。それを覚えてるからここっていうのを覚えてんだけど、とりあえずかかりこむ村に飛びますね。はい、かかりこ村です。じゃあまあ街道
街道というかここぶっちぎったらいいのか。はい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 。じゃあここを横に切ってぶち破っていって、てか今更だけどさ、このなんつったらいいんだろう、遺跡のうちさ、どっかゼルダがさ、なんか触っちゃダメみたいなこと言ってた遺跡あるでしょ、あれってもう見れるようになったのかな。はい、で目的地はここだね、あっち側だ。はい、ということで移動してきました。で見えてるあそこにいるはず、自分の記憶が正しければね、いました。ビーツ It's be yet let's be wait be wait be come on んっておい、むちゃくちゃ甘い匂いするぞ。お前もしかしてそのポーチの中に。この人さ、昔話しかけたんだよね。その時に蜂蜜3つくれって言われてて、で持ってました。優しい、10個とかじゃなくてよかった。あー、これで団長に蜂蜜クレープを作ってやれるよ。あんがとな、これは礼だ、遠慮すんなって。嬉しい、普通に嬉しい。生まれ楽団が復活したって本当か。ならこうしちゃいられないな、俺のビートで盛り上げてやらないと。生まれと片っ端から回ればそのうちどっかで合流できるだろう。ってことで俺は早速団長のところに行ってみるよ。じゃあ縁があったらまた会おうな、バイビー。はい、ということで戻ってきました。うわー、揃ってるー、やったなー。いやー大変だったこのミッション、マジで嬉しいわ俺。いやーね、嬉しいね、嬉しいわ。ちょっとせっかくだし花火でもあげちゃう。ふう、消えちゃうっていうね。さあ花火だからちゃんと、よいしょー、いいね。さあ花火打ち上げますか、いっけー、よいしょー。ロケットは帰ってくんの、ロケット帰ってくんの、ロケットは帰ってくんだ。へえ、ロケットって帰ってくんだ、帰ってこないけど。はい、ということで人きしりちょっと喜びを表現したんですけど、おっと、見覚えのある旅の方、見て、いや聞いてほしいのやん、ビーツが、うちの太鼓少佐のビーツが戻ってくれたのやん。それにしても団員に心配かけるなんて団長として失格なのね。確かにお客さんが減って元気なかったかもしれないけど、でもビーツの太鼓のビートで馬なり楽団のソウルが復活なのやん。誰がかけてもダメなのね。みんな揃ってこそ、馬なり楽団。いや、馬なり大楽団なのやん。あれもこれも、それもどれも、全部旅の方のおかげなのね。ありがとうなのやん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 。こいつ可愛く見えてきたな、なんか。そして、もう一つ、ありがとうなのやん。以上、ありがとうを5人分なのね。さあみんな、馬なり楽団。馬なり大楽団再始動なのやん。我々の演奏で大妖精様を、いや旅人たちを、いやいや世界中の人たちを癒しの音色で包むのやん。いいね、嬉しくていっぱいおしゃべりしちゃったのね。ところで見覚えのある旅の方は大妖精様のことを心配して来てくれたのやん。大妖精様、まあまあいいよ。もう満たされてる、気持ち的には。
もう大妖精様とかじゃなくてもうみんなが揃ったことで満たされてる。まあじゃあこれはしっかりいけますか。橋を架けろってことね。はいはい、川を渡るとかもありじゃね。そうなのやん、川を渡ればいいのやん。そうと決まれば早速川まで行くのやん。大王星様が目覚めたら旅人さんにも祝福あるのね。よかったら旅人さんもまた一緒に行くのやん。どうせ渡れないんでしょ、どうせ。どうせだけど、ほら見ろ、どうせそうだろう。はいはいはい、大王星様はあそこね。いやー、まあまあまあ距離あるね。ビーツの太鼓の音が好きだったからビーツの熱いビートを聴いて元気になってもらいたいのやん。でも何どう考えてもこの橋は使えないし、確かに。馬内号は陸用に作られた荷車、このままじゃ大妖精様のおそばに行く前にみんな溺れてしまうのやん。はい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 、まあこれをまああそこに飛ばすってことだよな。ちょっと見ていい？はい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 、落ちてるものとしてはバッテリーと操縦桿と、うん、だからうん、風の力使って飛んでけってことなんだろうけど、ちょっと一個考えがあるんですよね。多分これでいけんちゃうかなっていうのがあって、ちょっと角度を考えようか。この辺、あ、いいね。もうちょいかな。お、いいね。これで行こう。え、乗れない？あー、なるほどね。これ足が両方ついてないとダメという判定っぽいね。もうちょい前に出てるね、これ。もうちょい後ろか。もうちょい後ろだね。これ下側は、あ、いいねいいね、これで行こう。行こう行こう。もうなんか有無を言わさず一回行ってみりゃいいんだよ、こういうのは。ちょ、リンクも一緒に行きたいんだけど、まあいいや、行ってこい。よいしょー。いや、いい感じに行ってたけど。よし、乗り込め、お前ら。行くぞ。乗り込んでもらったのよくて、でここもちょっと寄せて水の中に、あー、ごめん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 、水の中に入れて、お、来た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 、え、飛ぶの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 、飛んでる飛んでる飛んでる、大王星様。さあみんな急いで準備するのやん。大王星様に元気になってもらうのね。やん。すげえな。空中だけど。なんか一人ビビってないやついた。
いやー、4人揃った時の演奏めっちゃ良かったわ。最後だけはちゃんとね聞こうと思って、多分ね声入ってなくない方がいいと思って黙って聞いてたんだけど、めっちゃ良かったね。でこれで最後の大妖精様も解放できたということで、まあ防具どこまでやるかはちょっと迷いどころだけど、まあ金くれ金、どうせねこれもね強化で消えるからさ、金策そろそろ考えないとね。家がいつまで経っても買えない。あ、待って待って待って、 一応書く人からのさコメントがあったからさ、ビオラン、どんな険しい道のりでも諦めずに運んでくれて本当にありがとうございました。自分たちの音色を聞いて大王星様がお姿を現されるために、これそれは私の、いえこの楽団の自信につながりました。ビーツ、俺のビートが聴きたくなったらいつでも前のに立ち寄ってくれよな。あんちゃんのためにこの俺の スーパービートをお見舞いしてやるからよ。これで終わりじゃない、こっからが始まりなんだよね。僕たちの演奏でもっともっとたくさんの人を笑顔にしてみせるよ。僕らにできることはしっかりと思いを込めて演奏を奏でること。これからは大王星様だけではなく、生まれに来る全ての旅人たちに僕たちの演奏で癒しと休息を届けていきたいと思います。旅の方も我が馬なり大楽団の一員なのやん。どうか旅の方のお名前を教えてほしいのやん。ふむふむ、リンクと、それが大楽団の恩人の名前なのね。覚えたのやん、覚えたのやん。我が大楽団はその名を新たにさらなる音楽活動を続けていくのやん。馬なり楽団改め、馬なり馬なリンク大楽団、馬なリンク大楽団、ここに大結成なのやん。嬉しそう、嬉しそう、よかったね。はじめ一人だったもんな。いい気分だ、やっぱりシャバの空気は最高だね。まあちょっと妖精はちょっとね、はい、まあ一旦見るだけ見ます。でちょっとさ、今着てるのがさ、鬼神の服ってやつなんだけど、これこれこれ、ネルトラの鱗、ほう、これ攻撃力アップの服なんだよね。まあできたらこれを強化したかったんだけど、まあいいかな。うん、他のもんで強化したいものはないないし、いいかな。なんか要所要所で使うものは別に強化しなくてもその時だけ着替えればいいだけの話だから、まあいいでしょう。強いて言えばこの鬼神服のところ、ネルタナの鱗とかを、まあ、どっかで拾っていきたいところではある。バイバイ。はい、ということで皆様、2パートに続いて大妖精やりましたけど、いかがでしたでしょうか。いやー大変だったけどさ、2つまあ思ったことがあってさ、まず1つ目がさ、あの笛吹きの少年のホタルを集めて木に宿すってやつ、あれ映像綺麗でちょっと感動したね、よかったね。あと2つ目としてはやっぱり大妖精が4人全員復活したことじゃなくて、馬なりインク大楽団の最後演奏が聞けたのが良かったわ、マジで。超大変だったけどね。うん、ありがとうございましたというところで。はい。まあ、次回からまた別の、まあ、サブストーリー、まあ、ちょっとメインストーリーはね、もうちょっと時間を空けてやろうかなと思うんですけど、まあ、サブストーリーの方を進めていければなというところです。おそらく、何やってなかったっけな、何やってなかったっけ、まあ、金策、まず金策やらないといけないよね。家建てたいしっていうのが一つ。で他あるとしたら何だろう、ないかも、他ないかも、何だろうね。まあちょっとそのあたりも含めて、まあ、次回またお話しできればなというところです。はい、ということでこのパート、馬なり大楽団、馬なりインク大楽団の演奏が良かったなという方は、高評価ボタンを押していただいて、高評価ボタンを押していただければなというところです。はい、ということでじゃあまた次回のパートでお会いできればと思います。お疲れ様でした。アミチャンネル。